はい、どうも、かがみちです。今日も一日一曲聴いていきましょう。今日はですね、米津玄師さんの月を見ていたでございます。はい、これファイナルファンタジー16テーマソングとなっています。ファイナルファンタジー16、まあ私は PS5 持ってないんですけど、なんか YouTube とかの体験版とかの動画見始めて、でね、うわ、すっげーやりたいってなったんだけど、私 PS5 持ってないじゃないですか。まあできないじゃないですか。でね、なんか、まあ、プレイ動画みたいなのとかもね、もう見て、もうね、ずっと見ちゃって、もうマジで、この前ね、一日を、無駄じゃない、無駄ではない、一日を費やして、見ました。普通に面白い、めっちゃ面白かったのあれよ。ほんとね、プレイしたい。プレイしたい、いいんだけど、プレイしたい、ね、買ってもさ、でも結局家でさ、あるあるなんだけど、ね、俺昔めちゃくちゃゲーマーというか、めっちゃゲームやってたんですけど、今ね、もうやっぱ家にゲーマーってあんまやんないんですよね。結局 YouTube では見れるんですよね。なんかゲームやっててやっぱなんかね、サーチングってね、戦闘がさ、だんだん長引いてくるじゃん。昔のコマンドとかさ、戦うとさ、魔法とかさ、アイテムとか今のやつじゃなくて、もうずっと手を離せないじゃん。ほら、このスタイルになってくるし、で、だいたいもうなんか20分30分かかるような、そんなかかんない、わかんないけど、なんかそんなイメージなんですよね。できないわけじゃないんだけど、もう時間かかりすぎるというバトルにね。ファイナルファンタジー16、いや、それが面白いんですけどね。実際面白いんだけど、ストーリーが私は好きなんで、映画とかもね、実はアクションものとか、あんまこうアクション見ててもなんか眠くなってきちゃうんですよ、俺。そう。なんで、ストーリー重視の人なんで。まあでも、僕この16めちゃくちゃ好きでした。なんか結構賛否両論あるみたいなんですけど、私的にはストーリーもすごい好きで良かったです。はい、なんか米津さんの話じゃなくて FF16 の話になっちゃったんだけど、はい、ぜひね、米津さんのこの曲、月を見ていた、そしてファイナルファンタジー16もぜひ、ちょっと興味持って見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、というわけで、今日も映像見せ番組でした。